皆さんこんにちは、ヒカルです。今回はフィルムカメラで行く建築企画です。第1弾はペンタックス67を利用しての撮影で、八王子にある大学セミナーハウスに来てます。ペンタックス67については以前の動画があるので概要欄から確認してみてね。セミナーハウスのベンチで新しいフィルムを装填中。ちなみに今回は千と千尋 T シャツを着てます。買った時5000円ぐらいだったのに、メルカリで3万超えた時は笑いました。使用するフィルムはコダックポートラ400になります。セミナーハウスは僕が大好きな吉坂隆正先生と EU 研究室の方々によって設計され、清水建設さんが施工を行いました。1965年に完成し、鉄筋コンクリートで作られた三角形を逆さまにした造形。今見てもデザインは色褪せることなく、迫力を感じることができます。なぜこんなデザインにしたのかというと、僕が知ってるのは平らな土地が限られている中、最上階に200人が収容できる食堂を設け、1階には広場を作りたいという機能と理念を一緒に満たすためにこの形になったと。こんな自由な形にできるのはコンクリートだからこそなせる造形ですね。もともとモダン建築が好きで、最初に巨匠ル・コルビジエの本をいろいろと読みました。それこそ名作の建築を目指してなんかも。彼には日本人のお弟子さんが3人いて、そのうちの1人が吉坂先生になります。ここら辺の話は広くなりそうなので、少しずつ紹介していこうと思います。建物に映り込む光と影がとってもいい感じ。建物の上部には目のモチーフ。なんで目なのかはちょっと僕もわからない。今ならフリーメイソン陰謀説とか出そう。建物へは上部からでも出入りが可能。宿泊も可能だから今度一度泊まってみようかな。施設もだいぶ古くなって、かなり老朽化が目立ちます。そのうち取り壊しになったら嫌だな。本で読んだ世界だったから、初めて来た時は何とも言えない感動でした。
ここも宿泊施設、ちゃんと Wi-Fi 完備です。撮影中めっちゃ話しかけてきた野良猫。もう会えない偉人たちの足跡を生きてるうちにどれだけ回れるかな。建築好きの僕にとってはここはディズニーランドと同じぐらい夢の国でした。今日は静岡にある富士世界遺産センターに来てます。2017年に完成した富士山にまつわる博物館です。設計は坂茂先生。とにかくスケール感がすごくて、目を引く記号紙は地域のヒノキで、一つ一つ形の違う8000ピースの部材を組み合わせているそうです。水は富士山の湧き水を引いているそうです。ちょうど水面の光が建物に反射してて綺麗だった。逆さ富士の造形になっていて、水面に反射した形を見ることができます。夜はライトアップが行われるとのことだったので、時間まで爽やかさんで遅めのランチを。ライトアップがすごく綺麗で、富士山が見えるようにラストショットを撮っておしまい。中には入らなかったから、それはまた今度かな。最後に次回予告をどうぞ。
後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。